中西とある日のお弁当、えー、カニカマと、えー、ガンもやお揚げさんを炊いたやつと、えー、ひ真ん中にね小梅が入ってねあとあのファミマの僕のお気に入りのたっぷり野菜お味噌汁これ美味しいですよねああこれ食べ方いいですねこれ真ん中の残してねご飯をねあの周りから食べてね 小島を作ってね。これいい食べ方ですね。で、えー、っと。ラップは、ね、ちゃんとクシュっとして。で。種は端っこに置いて。おい、よ、よいっす。よいっすって。なんだよいっすって。で、でん、レジかき揚げそば。これね、コンビニのね、麺類ね、あのね。あの、表示の、ね。なんていうの、温める時間。 あれ足りなさすすぎること多いんですよね。結構ねもっともっとしないとねちゃんとあったまらないだから皆さんねちゃんとねしっかりねえっとねもっともっとって店員さんに頼んだ方がいいですよ温めてもらう時ねうんこれ僕30秒プラスでやりましたはいで次はこの辺ねとにかく寒かった <laughs> なんすかね トニーカックン寒かった。なんだろうトニーカックントニートニーどカックン二人組のえー、っと妖怪ですね。トニーは、えー、アキレスアキレス腱を舐める小猿みたいな見た目の妖怪ですね。でカックンは文字通り膝カックンをしてくる。 えー、手足の長い火星人みたいなイメージですね白いですね白いカックン白いですね白い体で膝カックンをしていきますね、うん、カックンカックンってなりますねはいあのシーフードを久々に食べましたシーフードヌードルうん久々に食べて久々に美味しかったうんあの生姜がが入って で紅ショがねあれ驚きますよねなんかねえっとこれはねなんか新聞紙なんだろうこれね新聞紙イガズイのねこイメージ的にはエベレスト僕の中ではこれはねあのフードポットねスープとかね入れるフードポット をなるべく冷めささない中身冷めささないように、えー、と新聞でくるんできました結構効果あると思うんですけどね、うん、勝手にあどうなんだろう思もお思いますで、えー、とこの日は、えー、かき揚げ、えー、母親の卵焼きえっ、ー、と昆布締めっていうんですか何だろうこれ鮭が中に入ってて藤藤、まあ、子ですよ。ね うん、で梅のねあれでねあのー、種はねちゃんとねあのー、2つね2つ食べたから2つちゃんと出さないとね種はね2つ食べましたからね梅をね2つ生えてたから2つ食べてで2つ出したうねうんこの日はね野菜食べたかったんですよ本当に野菜を。 いいっっぱい食べたかったかだからサラダハムサラダサラダハムでえっ、ー、と野菜なミックスサラダかこれ野菜だけのやつでドレッシング野菜だけだから、えー、とツナったこと乗ってないから、えー、とドレッシング買ってであったかいものをスープ春雨んか少ないように見えますけども野菜たっぷりありますからえっ、ー、とサンドイッチこれねこれで十分ですよもう一個なんか足すともうパンパンもう散らかってんなこれ。 あのた食べた後ねもう散らかりすぎですけども、うん、まああのうんすんげえ満足はしましたようんだねこれねやっぱねドレッシングってね多いんですよねあの何だろう用意されてるドレッシングねなん半分もいらなかったんですよねこれもうね 画像なくなりましたけども喋り続けましたけどドレッシングが多いんですよ世の中にドレッシングがもう溢れ返りすぎてるなんでそんなにドレッシングをみんなかけるのっていうかあの居酒屋とかでも店員さんドレッシングかけすぎもう3分の1ぐらいで十分食べれるか食べれたりするのに、えっと、なんもう何たっぷんたっぷんですよもう、えっとね、ひたひたなん,なんですかねあのね,あのねドレッシング多すぎる。 もう,うんドレッシング多いわドレッシング多いわ世の中にえー、っとねドレッシングね半分で多分ねいけるんすよあのそんな作らなくていいしあの商品もだから商品まうん、うん、ドレッシング多い、うん、ドレッシングもうやめてほしいあのだから自分でかけるからえー、っと、うん、僕はね でもそれぐらいかけないと嫌な人が多いからそういう風になっちゃってんのかななんだろうなドレッシングドレッシング嫌だわドレッシング多いわえー、っとドレッシング多いわねうんドレッシング多いわまあじゃあじゃあドレッシング多いわまあじゃあじゃあ